今日は暑いですね。暑すぎて俺は上半身裸ですよ。報道ではね、こう真実を伝えるためにこう動画や画像をね公開することがあるらしいんですよ。そこでね、まあ日本じゃないんですけど、まあ中国で命を失うってことで、この女死刑囚の画像30枚をね公開したんですよ。縛り付けたり薬物を注入したり苦しんでる様子の画像なんですよ。実はその画像アダルトビデオのワンシーンだったことが分かったらしいんですよ。まあさすがチャイナクオリティですよね。こう確認もせずにもう何も言えねえよって感じですよ、俺からしたらね。何が言いたいかと、こう事実確認をしないうちにその画像とかを公開するのはどうかとね思うんですよ。昨日ぐらいに奈良の方で地震があったんですよ。あ、誤報か分かんないんですけども、まあそれも同じですよ。もう事実確認しないでこういう報道みたいなのをするのっていうのはどうかなと。あれですよ、パーナ騒動と同じですよ。パーナ騒動と、皆さん恒例のコメントお願いします。余談です。ね、チューブサウザンドのね新メンバーをちょっと探してるんですけども、この人いいんじゃないかっていう人コメントの方にも書いてください。直々にチェックしに行きます。それではまた次回もよろしくちゃん。